Pero bago natin simulan, eh, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na. そしてマーフィーバスケットカウントエンドワン、自分で行くのか外に出す、ここラモス、昨日は5つのスティール、今日の試合最初から今のように思いっきりよくあのスティール狙えるっていうところでしょうね。ラモスのこの感性が生きるようなチームショーン・ロングがスティール、マーフィーが自分で行くのか、行ったバスケットカウントエンドワン、少し違ったりするので、その辺はもしかしたらいい、流れになったかもしれないですね。なるほど。あ、今ジェンプに対して素晴らしいディフェンスがありました。そして寺園、この人も見せた。ジェンプ、さあ、ラモスがスライドスルーしてマークに行く。ファールがありました。ラモスのファールです。そうですね。まあ、基本的にピックアンドロール。高橋光陽のペイントアタック、フローターショット決まる。小山はマンツーマンに戻しましたね、はい、マーフィーがリングアタックする、あ、見事なフォローアップ、もう非常にいい形でケミストリーしていきますと、富山にとっては本当に武器になりますからね。またしてもラモスがいいディフェンスあった。そしてもう今このラモスがやはり本当にいい感覚ですね。本当にそうですね。でこれ、まあ、ディッシュに近い感じのパスを入れましたね、ハイキック。うわっと、ラモスが今倒れ込んでしまっている。とっては素晴らしく武器になるプレーですね。いやー、この138キロあるバックドアカットとステイがものすごくこういい感じになってますね。ただここでノータム、野崎はスリーポイントがあるが、ジャンプショットではなくパスを選択、ポストを置いてそれからのダイブを狙ったプレーでしたね。ラモスがスペースを見つけてトップオブザキーからジャンプショットを決めた。なかったですね、それから後ろ下がりましたね、はい、さあ今度はターンオーバーになった、ラモスが決める連続得点、ね、やはり同じパターンですかね。来たが、うわ、ラモスがよく反応していた。ここですね、それがラモス、ね、さあターンオーバーになった、アウトナンバーになっている。モータムが締める、スイッチした、小野とのワンオンワン、外に出す、モータムのスリーは来た。ラモスがロングへホットライン回数、さあこれはスティール成功、フェイクを入れて、ただフォローアップしてきました。モータム歳の誕生日、今日もご家族は観戦に訪れています。そのご家族の前でモータムが2ポゼッション差になっています。一方の北海道、またしてもラモスからロールのきちんと使い分けている印象がありますね。あ、そうですか。中野塚さんのジャンプショット、バンクショットで決めてきた。水戸が、野崎4本目のスリーが来るのか、来た高橋光陽、チームに勢いをもたらすスティール、ラモスが決める、ね、3分を切った、水戸武史、ここにラモス突っ込んでいった。そしてこれをファースト、跳躍力もでは見ていただきましょう。少しここ抜かれてるんですよね。抜かれたんです。今野崎のいいディフェンスがあった。そしてオフェンスにつなげていく、水戸武史からジョンソン、高橋と言います。モータムのスリーが来た。モータム今日3本スリーを決めている。モータムユードステップから決めた。大きな大きくないですね。松井圭十郎のスリーはどうなのか、来た。これで B1 個人通算4角化ないですね。ここで行く、ファールゲームに行くか、まだファールがない。ダブルチームに行った、コフィンコーナーに追い込む、ジャンポールシチュエーション。李慶十郎もいるが、野崎が自ら打つとか、松井にやはり託すのか、ここは北海道が守った。